回は電動怪獣選手権 C- ということで、本シリーズはこっからが本番です。早速カードの方見ていきましょう。まずはこちら、ハイドロハリケーン。ちなみにこのカード、神の電話の収録時期はなんと DM04。あのバノムやアルカディアスと同じ段に収録されています。そのため本来であればデュエプルで出てきても全然おかしくないんですが、元がオーバースペックな上に調整するにもむずいんですよ、こいつ。多分そういった理由から収録対象から外れております。で、このカード全盛期の使われ方としては、ブラッディシャドウやロードリエスを並べながらハンデステ手札借り取って、ハイドロハリケーンでバトマナを吹き飛ばし、5体不満足とかした相手をウッズで殴り倒す。ただまあさすがにこれは現代環境では通用しませんってことで、今回はちょっと現代カードで相性いいやつちょっと考えてきました。順番に見ていきましょう。まずは GR ってことで、まあ特にマーチスですかね。一気に頭数増やせるんで、ハイドロハリケーンの出力が劇的に上昇します。次、サイバーナイスメガス。これね、相手からすれば攻撃したと思ったらバトマナ吹っ飛んできますからね、たまったもんじゃないと思います。で、最後がマジックス。こいつが登場したことで、ハイドロハリケーン連発使用できるようになったんですよ。まあこれうまく決まれば相手のマナ全部吹っ飛びます。とまあこんなところで、最強とまでは言いませんけど、まあ全然使えるスペックなんで、今回は C- とさせていただきました。次、次元の霊峰。これね、デュエペルしかやってない人はなんでこんなゴミが殿堂入りしてるんだって思うでしょう。すべての元凶はこのカード、ドギラゴンバスターのせいです。まあこれ簡単に言うと、3ターン目までにこいつら3枚集まったらなんやかんやって死ぬんですけど、霊峰2マナだからバスターカンパッチのうち足りない方引っ張ってこれるんですよ。まあそれが今の環境で強いかは置いといて、とりあえず3キル率を上げるカードを解除するのは、まあ多分公式やってこないでしょってことで、今回は C- で評価しました。次、バロンゴ山。こいつもまあ悪いですよ。悪いけど、このカードって殿堂入りの決め手となったデッキが緑軸のミッツァイルループなんですよ。で、このミッツァイルループね、諸悪の根源であるミッツァイルとネイチャーが両方殿堂入りしたんで、正直それベースで考えたら解除してもいいんですよ。ただまあ D の連中と同列に考えていいかっつったら多分ダメなんですよ。パワーロックのミラクルフィーバーとゴーヤマどっちがヤバいですかっつったら、さすがにバロンゴーヤマなんですよ。だけどまあ今回は一旦 C- にしました。次、インフェルノサイン。こいつね、最初はいろいろ面白いコンボあるかなとか考えてたんですが、やってること自体はモンテスケールサインでできることと何ら変わらんのですよ。だからまあ電動解除したところで新しくヤバいデッキができるかっつったら、そんなこともないかなと思ってます。というか、そんなの考えるより目の前の危機であるロマノフワンショットを考えましょう。ただ、でもこのロマノフワンショットってデッキ、今も別に弱いデッキじゃないんですよ。で、このタイミングでインフェルノサインが4枚使えたら、普通に準環境入ってくるポテンシャルあると思います。まあ最低 C ですね。あと、ちなみになんですけど、このランクはデュエマ公募ブログ運営してる神ユイが中心になって作ってるんで、個人的にはまあもう1ランク上でもいいかなと思ってます。次、カモンピッピー。これ基本的に出すカードは勝利流星です。プリンプリンは出せません。ただこいつ隠された能力としてちっちゃいの2体同時に出す機能もあるんで、ミッツァイルの起爆剤としても結構優秀なんですよ。ただまあ相性のいいフェアリーギフトとミッツァイルが両方殿堂入りしてるんで、こいつらが帰ってこないんだったらギリ大丈夫かなってことで一旦 C にしました。次、ボラックス。このカードが搭載されたイメンループとサソリスループがそれぞれ GP ファースト優勝、 GP セカンド準優勝ってことで、間違いなくデュエマ史に残るカードです。特に全盛期の力は凄まじく、このボアロパホスってのがクソ厄介なんですよ。このドラグハートフォートレスってのがね、トンギヌスの槍とかバーニングキングみたいなカードでしか破壊できない上に、この1枚で勝ててしまうっていう圧倒的な性能を持ってたんですよ。ただこのカード、今言った通り1枚で勝てるんですよ。別に2枚なくても1枚あればデッキとして十分機能するんで、ぶっちゃけ現状ボアロが使われてないんであれば1枚も2枚も別に変わらんのですよ。だからまあ多分解除しても問題ないんですが、一応ね、解除すると2枚目のサソリスやイメンでもボアロがつけれるようになっちゃうんで、結果としてループデッキが強化されることになってしまいます。まあこれ公式的には望ましくないんでしょうね。まあ多分解除しないと思います。次、レッドゾーン Z。これ結構最近殿堂入りしたんですが、こいつが殿堂入りした時ってちょうど公式がギャラクシールドをしてたんですよ。ただこのギャラクシールドってデッキ、シールド破壊してくるカードが弱点だったんで、当時環境にいたシールド焼却カードだったこいつが規制対象に選ばれたわけです。ただまあそんな重要編も先日ついに終わりを告げ、新シーズン往来編がやってきました。正直今レッドゾーン Z を規制する理由は特にないと思います。ただこのカード DE の連中とは違ってちゃんと強いんで、再録せずに殿堂解除したらとんでもない値段になります。だけどこいつ殿堂解除するんなら、ぜひね、再録と同じタイミングでお願いします。次、プラチナワルスライス。これはだいぶ冤罪入ってます。というのもこのカードが使われた主力デッキである赤尾バスターは、バスターっていうフィニッシュカードがある前提で、あくまでそのつなぎとしてこいつが使われてただけなんですよ。まあもちろん効果自体は強いですし、デュエペレとかで出てきたら間違いなく最強格のカードではあります。ただバスターが殿堂入りした今、このカードを殿堂入りさせないとダメなほど現代デュエマのカードスペックは低くありません。個人的にはまあ全然帰ってきても大丈夫だと思います。で、最後に紹介するのがこれ、イービルヒート。これ一応 C- に置いてありますが、このカードを解除した場合、ブラックサイコとドギラゴンバスターはまあ帰ってきません。ただ彼らですね、この電動怪獣選手権においてもはるか上にいる方々です。どうせ帰ってこないんで、差して影響ないでしょう。なんならこれに関してはね、ノマとかジャオモンとかと組み合わせたいんで、帰ってきてくれるとね、色々デッキ制作はがどります。ぜひ解除の方よろしくお願いします。
わけで今回の動画は以上ですってことで、ちょっと一つお知らせがありまして、投稿頻度上げたいんで、こっから先全部1枚ずつ動画にしていきます。その代わりなるべく毎日投稿しますんで、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。なお本件に関して批判や苦情が言いたくなったら、すべて概要欄記載の URL からちょっと飛んでいただいて、そちらの動画見てください。どうでもよくなります。というわけでご視聴ありがとうございました。最初はグーじゃなくて、こうやろ。ティッシュの落ちよ。後悔するぞ。あいつ弱いぞ。終わり。そんな使い道すぎか。あ、そっか、ごめん、そうだ。いや、まあいいよ。遅い。終わり。まあまあ、終わり。センスないな。終わり。あれ、センスないかもしれん。残念だけど。まあまあ、いけ。終わり。強い。いや違う、1体しかタップせんしたら何タップする。あ、そうなの。3体いたら、あ、3体いたら3体は何のタップせん。あ、そうなの。3体だったらスパーク。あー、でも強い。あ、弱い。出たな。バルチューこれまくない。なんで違うねん。よし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 。社長はい。最後チャンネル登録って言ったじゃないですか。これってわかったんですか。この最初はわかったんだよ。あ、じゃあいいよ。あとはじゃあ、とりあえず一個戻ってもらって、死ぬ素材の悩んでる。殺しに行くのか行かないのか。いや悩むね、これ。奇跡を。優秀すぎて困ってるわ。奇跡とも魔法もあるんだよ。ダンドロー。やだ、懐かしいな。出たー。そう、これよ、これ。ちょっと入ってん。はい。あるぞ、これ。あった。なんだろう。すごいな。こんな。ねー。入ってん。うーい、ザーコ、ザーコ。え？ 4 スターぞ。いや、そうなの。本当にワンキルされるね、これね。そう、これが強いよ。これで。ボールとか拾ってきたのよ。ちょっとショックだな、それは。そうか、枠の。終わり。終わり。なんか俺これめっちゃ低いんだけど、なんかやばくない？強い。終わり。うん、まあ普通。これってオーラも下がるんでしたっけ？下がらな。え、ですよね。そんなわけないよね。なんで入ってんのやろ。終わり。いろいろあるな。この山には。強いよ。終わり。ああ、心眼ここじゃねえか。俺の反応も結構強いじゃん。お金あったら絶対パーフェクトかなって。それ以上は。終わり。何たる。終わり。待って。巻き込んで。行って。これなんかあるんでしたっけ。あ、そっか。あ、じゃあ、そうだ。終わり。じゃあ、こっちの。さすが俺が一万二百円に相当買っただけある。これはどれですか。一万。これは黒方。一時期500円としたから。絶対上いらんすね。かける。これが使える。使えるわけないだろ。強すぎだろ。簡単な方いった。逆にも。あれ。待って。AI じゃない。いや、合ってる。違うかな。本当いかないでしょ。終わり。ひよったね。いや、無理でしょ。ひよったね、ゲイシ君。ちょっとないもん。違うか。英語2とかだから。強い。これ英語最近。おお。出た今。気持ちいい。出たわ。これ紹介できるね。何して？バウス。二三でバウス。強いそれ。パンパンパン。なんか久しぶりにデュエルマスターズやってますよ。対等に。デュエルマスターズって自由なんだなって思うし。確かに。課金の流れだよこれ。待つ？え？まさか。うわー、すげえよ。すげえ、楽しそう。面白い。